やっぱりシャンシャンにどうしても会いたかったのと、やはり今回リーリーとシンシンが中国に帰ってくるっていうことで、お父さんとお母さんも帰ってくるよ、でももう少し待っててねっていうか寂しい思いもあるんですけれども、まずはシャンシャンに会いたいなっていうのが一番です。